ルロンド海底とディールへ行けるようになったよ。ちょうど私もディールへ出張になりそうなんだけど。出張？別の仕事でね。こう見えても大変なんだよ、いろいろ。わかるな、エルもいろいろ大変だし。ねえジュード、どう？また私を刺激してみない？せっかくだけど遠慮しておくよ。俺ら服の趣味っつうかセンス近い感じするよな。俺はヒゲを生やす気はないぞ。ねえ、みんなが私をジロジロ見るの、視線で穴が開いちゃいそう。ミューゼは目立つから。ここに集めたら大変そうです。猫さんたちを頼ってみない？よく珍しいもの加えてるし。アーストだが、天使と面会の約束がある。繋いでもらえないだろうか？ああ、はい、お待ちください。いたのか、ミューゼも一緒とは珍しいな。あら、偶然ですね。ミューゼもお買い物？くそ、二枚の親父。まずいって、とにかく逃げよう。誰かから逃げてるみたい。聞こえるのか？ええ、この耳とってもよく聞こえるんですよ。ミューゼのバカ。まあ、ミューゼは美人だなんて。ああ、そうですか。あの者たち。身分を隠している身だからな。厄介ごとには巻き込まれたくない。それだけだ。あら、面白いことになりそうよ。だから知らないって。我々の仕事に協力しない場合、逮捕ですよ。いや、でも。おい、ターネット、おやすさんだ。動くな、じっとしてろ。言いなさい、5人組のガキを見たんでしょう。だから俺はわからないって何度も。立ち去った方が良さそうだな。天使とはまたいずれの機会にするとしよう。今のうちだ。いった、いたぞ。我らの一心がかかっていますよ。全員とっ捕まえなさい。クラック、逃げろ。まずい、急ぐぞ。どうしてついてくるのよ。捕まっちゃうよ、ルドガー。わざとじゃねえよ、いいから早く逃げろって。やべ、ルドガー、顔を見られるな。すげえ。港の宿に行こう。あそこならあいつらにも見つからない。なんだあの女、飛んでるように見えたが。それにあの黒髪、どこかで。
クロック、無事だったか。まあな、この人たちのおかげさ。なぜ連れてきた？助けてもらったんだ、いいだろう。お前、そうだ、名前聞いてなかったよな。エルはエル。ミューゼよ。私浮いているけど、それを言われると乙女心が傷つくわよ。あ、そうなんだ、言わないよ。ありがとう。俺はアースト、こいつはルドガーだ。へえ、アーストにルドガーか。俺はクラック、あいつはリーダーのターネット、俺の親友だ。改めてよろしくな。ところであなたたち何かのグループ？一応は学生ってやつ。あんま学校行ってないけど、そんな奴らがつるんでるだけだよ。不良？聞いて、その言い方は傷つくな。まあ仕方ないけど。なあ、暇あるか？今度俺に戦い方を教えてくれよ。いや、あんたらマジすげえよ。どこで戦い方を習ったんだ？それにしてもガイアスは気ままでいいわね。気まま？ええ、人間の王様って案外自由なんだなって。お前は俺が道楽や物見遊山で国を離れていると思っているのか？あら、違ったの？まさかと思うが、ルドガーもミュゼと同じ見解なのか？なんということだ。いや、民に理解されぬのも王の宿命か。じゃあこうしてブラブラしてるのにもちゃんと目的があるのね。ああ、玉座にいては見えぬ姿勢の現状を肌で感じる。それがこの密航の目的だ。できてるの？もちろんだ。屋台や町内の祭りで庶民の人情にたっぷり接し、大衆浴場や居酒屋で生きた情報を納得いくまで聞き込んだ。ついでに貧しい民を食い物にする闇組織を4つほど叩き潰したしな。それってかなりの割合で道楽&物見遊山なんじゃ。何か言ったか？いえいえ、忙しいのにエレンピオスの子たちと遊んでていいのかなって。あの年頃の少年は時代の影響を最も受けやすい。俺は彼らを通して見てみたいのだ、今のエレンピオス。友情も見えるかもしれないわね。さてな。相変わらずね、ガイアス。けど昔より随分楽しそう。何か用か？俺たちの前から消えてくんないかな。はっきり言って気に食わないんだよ。俺にはなかなか興味深い経験でな。できればこのまま交流を図りたいと考えている。あのさ、はっきり言って信用できねえんだわ。あいつらはバカだから。けど俺は気づいてんだよ、お前の正体。困ったわね。
どうしましょう。お前リーゼマクシア人だろ。隠してるんだろうけどわかんだよ。それが理由か。俺マジで嫌いなんだよ。エレンピオスから出てけよ。それを言うためにこうやって一人でわざわざ呼び出したの？なんだ少しがっかりね。勝手に勘違いすんなよな。リーゼマクシア嫌いって結構いてさ。ルドガ、いいのか。俺一人の問題だぞ。リーゼマクシアカバオなんてマジで気持ち悪いやつ。虫質が走んだよ。ユス、殺さない程度にしておくわ。気絶しない程度で難しいけど、分かったら。風が強いんだ。なんだお前ら化け物かよ。そんな言い方しないで、傷つくじゃない。やめておけ。くそ。でもリーゼマクシアを嫌う人がこんなにいるのね。
リーゼン・マクシアが怖いから。まだ道は遠いようだ。リーゼ・マクシアとエレンピオスが歩むべき道。ああ、ちょっと見てもらえないか、ルドガー。俺の GHS が壊れたようなのだが。何？主電源が入ってないだけだと？